キシのゲーム部屋。皆さんこんにちは、アキシと申します。今日もですね、アニマルレボルトバトルシミュレーターやっていきたいと思います。さあ、以前作ったこちらのメタルスコーピオン、無脊椎動物群の皇帝スコーピオンが、はい、スキンが変わってね、黒くなりました。ということでね、こんな感じでね、改造したんですよ。大量のトリケラトプスの群れがいてもですね、このメタルスコーピオン1匹だけでね、もう全てを倒すことができるんじゃないかというぐらいの火力を持ってるんですわ。はい、新しく追加されたロケットランチャーがね、かなり強いんだ。これ紫色の爆炎がもうめちゃめちゃかっこいいよね。いやー、一瞬だったな。無残に転がるトリケラトプスの亡骸。ちなみに現在このゲームでは7種類の無脊椎動物がいます。はい、アリさんですね。なんかピクピクしてんね。で、ニンジンことブレードワーム、セイバートゥーススパイダー。これ空想上の雲かと思ったんだけど、実際にいるらしいですね。ちょっとコメント欄で教えてくださった方ありがとうございます。で、皇帝スコーピオンですね。これさっき見ましたね。で、巨大なクワガタ。いや、巨大なクワガタって、はい、スウォームバグ。何これ、岩やんって思うんですけど、はい、この岩はね、巣で、中にね、大量の小さい虫が眠っております。戦闘になると起きて飛んできますね。さあ、そして現在最強の無脊椎動物、巨大なカマキリ。このカテゴリーは巨大なが好きだな。それなら、スコーピオンもね、巨大化しましょうということでね、作ったのがこの改造スコーピオンなんですよ。で、あとはね、改造した無脊椎動物って言ったらね、このカマキリぐらいですかね。いや、いつも皆さん、大量のね、コメント、応援のお言葉や、リクエスト、本当にね、いつもありがとうございます。おかげさまで、チャンネル登録者さんもね、だいぶ増えて、1万人目指してね、もう頑張っていきたいんですけど、今回もね、リクエストで、虫改造してください。虫を強くしてくださいっていう声がありましたので、でね、全然確かに虫いじってねえなと思って、で、今日はね、虫というか、あいつをね、作っていきたいと思います。実はね、もうプロトタイプ作ってるんですよ。お見せしますよ。ゲーム部屋。じゃーん、こちら、ムカデでございます。いや、無脊椎動物をね、改造するって言ったのに、ベースはね、爬虫類なんですよね。こいつ、チタノボア、コスト80。こいつをいじったんですよ。いや、虫いじってくださいってリクエストなのに、これリクエストに答えられてるかどうかわかんないんだけど、このね、鋼の触手っていうね、兵器を見た時にね、もうずっと前から思ってたんですよ。これでね、虫の足表現できそうだなーと思って、これ大量につけたらもうムカデやんってね、密かに思ってたんですよね。というわけで満を持して今日ムカデを作ろうと思ったんですよね。うん、もうヘビに見えないね。完全にムカデだわ。ちょっと足が細いかなーで、ちょっと大きすぎるかなーとも思うんだけど、これでちょっとさ、アリと戦わせてみよう。テストしてみましょう。レディゴー。さあ、行け、ムカデ。おー、もうヘビやん、完全に。うわ、すげえすげえ。大量のこの鋼の触手で一瞬にしてもう串刺しですわ。いやー、攻撃力はありそうだな。もう何が何やらだね。でもね、気になるところがあるんですわ。こうやって敵向いてさ、足が全部上がっちゃうの。これしょうがないよね、もう。鋼の触手の使用ですからね、これはしょうがないよな。やっぱ移動するときはさ、このままの形を保つか、ちょっとカシャカシャカシャって動いてほしいよね。いや、これはちょっとダサいよな。ちょっとどうかと思うわ。うわ、すげえ、アクロバティック。やべえ、この時点でもうカマキリに勝てんじゃね。さあ、無脊椎動物の王は俺だと言わんばかりにね、ちょっとカマキリにね向かっていく。おお、一瞬で勝ったわ。え、めっちゃ強くない？このゴーレムとかも倒せんじゃね？見ていきましょう。さあ、ゴーレム相手にどれだけのダメージを与えられることができるか。あー、もうすごいわ。え、強くない？めっちゃ。え、やばいんだけど、攻撃力。よし、巨人のゴロ。ゴロさん、行っちゃってください。俺の出番か。ムカデだ、叩き潰してやるぜ、おら。おら、殴っちゃうぜ、おら。おら、え、ちょっと痛い、痛い。やべ、ゴロさんやられたってことはもうティラノサウルスもこれ勝てんのかな、どうなんだろう。虫が俺に勝ってるわけねえだろうがよ。ほら、噛んじゃうぜ、噛んじゃうぜ。ああ、逆に噛まれて、逆に噛まれて、痛い。あら、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 痛い、痛いわ、あら。いやー、強えな、チタノじゃなくてムカデ。いや、もうぐっしゃぐしゃやけどね。足が絡まって。いや、もうこれスカージにも勝てる、もしかして。最強に挑むというのか？愚か者め、これでも食らえ。さあ、私の攻撃は強いぞら。どうだ、あら、痛い、ムカデの HP かなり減らされてるけど、ギリギリ勝ったわ。いや、すご、はい、足がね、こうやって上がっちゃうのはともかく、かなりの攻撃力を秘めてることが分かりました。このままですね、ちょっといい感じにいじっていけたらなと思います。
というわけでかっこよく改造していくぞ。せーの、ポン。ということで見た目はね、さっきよりもムカデっぽくなったんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでいつも通りですね、こうやって目玉をつけて、この支柱をつけてね、先端はスパイクをつけております。これでね、ぐさぐさ攻撃もできると。でもね、なんか足っぽくないなと思って作り直したんですよね。はい、反対側こんな感じ、一回上に上げて、はい、下に下がるとくの字になってますね。足が関節を増やすことによってちょっと足っぽくできないかなと思ってね。こっちの方がいいよね。うん、こっちの方がかっこいい。で、鋼の触手を外してこのね、スパイクに変えたんで攻撃力はどうかな、ちょっと実験していきましょうか。まあ、まずは手始めにちょっとスケルトンこんぐらいと戦わせてみましょう。おー、いいぞいいぞ。おー、かっこいい。ジェットもつけたんだよ、そういえば、機動力をアップさせるために。おー、いいじゃんいいじゃん。おー、飛んでる飛んでるうわー、ド派手、やば、かっこいいんだけど。めっちゃかっこよさが増してますね。ただ蛇の頭、あ、え、やられた、やられちゃったよ。うわ、目玉いっぱいついてて気持ち悪い。くそ、順調に見えたんだけどな。もしかして弱くなってる？ちょっとまた巨人のゴロと戦わせてみましょう。あ、またムカデがいる。でも、さっきとちょっと様子が違うぞ。今度は勝てるかもしれねえな。見ていきましょう、レディゴ。おら、お前、ムカデ、お前。おら、ジェットついてんのか、お前、ムカデなのに。どういうことだよ、お前。うわ、もうアームハンマー。おら、痛い。あら、痛い。あら、痛いけど、なんとか勝てそうだぜ、おら。おい、ムカデよ。おい、お前調子乗りすぎなんだよ。お前、俺といい勝負だ、お前、おい。え、負けちゃったよ、ゴローに。攻撃力明らかに下がってんな。でもね、動いた時のかっこよさは絶対こっちだよね。うん、かっこいいかっこいい。足はね、そんな動いてないけど、やっぱムカデ感出てるね、こうやって動いてると。なんかね、体が揺れるとね、足が動いてるように見えるんだよね。また負けちゃったけど。でね、このヘビのね、鱗っていうかね、もうボディがね、だいぶ見えちゃってるんですわ。これ隠したいよね。でね、今メカなんだか生物なんだかよくわかんない状態だから、メカムカデらしくね、もうちょっとかっこよく、そして強くいじっていきましょう。俺はフィールド上に伏せてあるメタル化のカードを発動。ムカデをメタル化していくぜ。千年を生きし百足の怪物よ、今こそ真の力を示せ、現れろメタルセンティピード。というわけでですね、こんな感じで見た目と攻撃力を両立させる感じでね、作り直しました。顔もですね、イケメンになってますよ。今熱いこのロケットランチャーも装備しました。で、前はね、足にしてた鋼の触手もね、こんな感じでケーブルっぽくね、ちょっと動いてない時は見せる感じにしましたね。戦闘になるとこれが展開して敵をもうね、ぐさぐさと刺していくと。で、この触手がね、もう非常に気に入っておりますね。大きい鋼の触手と小さい鋼の触手をね、組み合わせてこんな感じのね、フォルムを作り出しております。後ろもね、なんか長いピローってやつムカデついてるじゃない。それも鋼の触手でね、こんな感じで作りました。はい、見た目はね、結構よくできたと思うんですよ。これ強いのかというところですよね、大事なのは。早速見ていきましょう。ああ、もうムカデは怖くねえぞ。おい、倒し方分かったからな。お前、ムカデなんてよ、所詮は虫だよ。ロケットランチャー、痛い、あ、痛い、あら、あら、あら、いっぱい刺されて、あら、もうダメ、あー、痛い。おー、いいじゃねえか、強さ取り戻したぞ。しかもね、もう動きもね、かっこいいよね。おー、いいじゃんいいじゃん。めっちゃメタル感も出てるしね。ちょっとお腹はね、生物感出てるけど。いや、あいつ強すぎ。いや、もうこれスピの3兄弟にも勝てんじゃねえか、ひょっとしたら。見ていきましょう、レディゴー。さあ、囲まれた時どんな感じかだよね。お、一気に全員に攻撃してる、この巨体を使って。おー、すげえ、1体倒したぞ、 HP ゲージ。いやー、それなりに HP は減ってるけど、いや、攻撃力やばいなこいつ。3体のスピナサウルスを瞬殺しちゃったぜ。いやー、ちょっとね、大量の人間をね、蹂躙してるところが見たいですね。はい、この大量ビリーと戦わせてみましょう。さあ、メタルセンティピード、ビリーを吹っ飛ばせ。おー、かっけーかっけー。いや、すごいな、このグサグサ音が鳴り止まない。うわ、めっちゃ吹っ飛ばしてるし。いや、かっこいいこいつ。丸まったら丸まったでね、なんか防御状態にね、なる感じでね。いや、かっこいい、これ突っ込んでくのがまた。え、めっちゃかっこいいわ。お、作ってよかった作ってよかった。しかもね、頭にね、地味にジェットつけてるんで、機動力もなかなかあっていいですよね。いやー、すげー動きだなこいつ。でもね、こいつのね、メインウェポンはこの鋼の触手なんでね、接近戦特化なんですよ。というわけで、空に浮かんでる敵にはちょっと弱いと思うんですよね。検証していきましょう。まあ、手始めにプテラノドン5体ぐらいかな。さあ、見ていきましょう、レディゴー。さあ、飛んできたぞ。まあ、テラノドン突っ込んできてくれるからありがたいよね自分から針に突っ込んでくれるからな。
次、ワイバーン5体。一応ロケランあるからね、遠距離も攻撃できるんだけど、どうでしょうか。はい、おー浮いてる浮いてる。捨てられたら終わりだぞ。おい、ワイバーンに捨てられたら、おー強え。まあ、近づいてさえしまえば倒せるか。でももし近づけなかったらということでね、空飛ぶドローンを配置しました。いやどうかなこれ、マジで注目の一戦見ていきましょう。さあドローンにいい感じにやられてるな。あでもめっちゃジャンプ力あるこいつ。まあでも捕まえられるかどうかだよね。めっちゃ攻撃受けてるぞ。あ HP どんどん減っていく。あダメか、さすがにダメだ、爆撃されてしまった。目標討伐完了、これより帰還する。はい、そしたらですね、ヒドラをも打ち負かすこのアーマードラゴンと戦わせてみましょう。アーマードラゴン VS メタル化したムカデということで、これはいい勝負なんじゃないかなと思うんですよ。さあドラゴンが空からビームを打ってくる。おお倒した、飛びかかったぞ。いやーこの飛びかかるムカデということでね、かっこいいね。さあ先日作ったサイボーグパキケファロサウルスと戦ってみましょう。同じ接近戦特化型のメカ恐竜ですね。これはねいい勝負だと思う。見ていきましょう、レディゴー。さあお互いに突っ込んでいくぞ。おおド派手なバトル宙を舞う。おお強えムカデ。いやーサイボーグパキやられたか。それだったらサイボーグプテラはどうか。これはいい勝負だと思う。見ていきましょう。さあプテラ、おーっと近づいたが、近づいたこと、あれ、あ負けた。おお、サイボーグプテラ半分ぐらいしか減ってない。いやこいつ攻撃力あるからな。いやプテラの自慢のドリルも効いたのかな。てかめっちゃ捕まってるけど。はい、というわけでメタル無脊椎軍団を作ってみました。ジェットエンジンで飛べるようになったメタルマンティス、ロケットランチャーと尻尾のビーム砲で敵を焼き尽くす漆黒のサソリメタルスコーピオン。さあそして今回作った長ったらしい名前のメタルセントピード。いやいいね、こう並べてみるとまたね味わい深いですね。はい、このミノタウルス正体とねちょっと戦わせてみましょう。さあ見ていきましょう。さあカマキリが空を飛ぶ。おいいぞいいぞ、カマキリ突っ込んでる。さあそしてサソリの容赦ない爆撃とムカデがあんまり攻撃できてない。今回の主役なのにあんまり目立っていない。さあ敵の本体にムカデが合流、ムカデが突っ込む。おお強っ。いやー昆虫軍団強えな。何、虫にやられて帰ってきただと。我も戦闘に参加するぞ。というわけでミノタウロスキング率いるロイヤルガード、そして先日作ったねレッドアーマー、ミノタウロス本陣が合流しました。さあこれで昆虫軍は勝てるかどうか見ていきましょう。さあメタルマンティスが空から襲いかかる。そしてこのメタルスコーピオンがマジ強いからな。とりあえずムカデが活躍するとこ見せてくれ。よし突っ込んだぞ。さあムカデが王直属の軍を襲う。さあさあメタルスコーピオンのこのね援護射撃を受けながらスコーピオンが近接で倒すと、おお落とした。へえ、メタルスコーピオンが抱えて今落としたように見えたけど、いやー恐ろしいわこいつら。はい、というわけでね今日はリクエストにもありました、ちょっとね強い虫を作ってみました。虫っていうかまあ無脊椎動物でね、ベースはね蛇なんだけどね、まあ、今回みたいにですねリクエストにお答えしつついろんなものをね作っていきたいと思います。さあというわけで今日の動画面白いと感じてくださったら高評価、そしてチャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまたね。